サツマイモのアミノ酸スコアサツマイモは、昼顔かサツマイモ属の植物、あるいはその食用部分である開根。花は、ピンク色で朝顔に似るが、鈍感な短実性であるため、日本の本州など温帯地域では開花しにくく、品種や栽培条件によって稀に開花する程度である。また、花の数が少なく受粉しにくい上に、10分後の寒さで枯れてしまうことが多いため、 品種改良では種子を効率よく、取るために朝顔など数種類の禁煙植物に接ぎ木して、大義から送られる養分や植物ホルモン等の働きによって、開花を促進する技術が使われる。1955年に西山一蔵がメキシコで祖先にあたる二媒体の野生種を見つけ、一歩目はトリフィーだと名付けた。後に他の学者たちによって中南米が原産地とされた。 若い葉と茎を利用する専用の品種もあり、主食や野菜として食用にされる。原産地は南アメリカ大陸、ペルーネッタイ地方とされる。大航海時代に、クリストファー・コロンブスが1498年にベネズエラを訪れて、以降、1519年には、ポルトガルのフェルディナンド・マゼランがスペイン戦隊を率いて、南端のマゼラン海峡を発見。 16世紀に頻繁に南アメリカ大陸にやってきたスペイン人あるいはポルトガル人により東南アジアに導入された。ルソン島から中国を経て1597年に宮古島へ伝わり、17世紀の初め頃に琉球、九州、その後は八丈島、本州へと伝わった。アジアにおいては外来植物である。中国から伝来した由来により、 特に九州では、辛いもとも呼ばれる場合が多い。ニュージーランドへは10世紀頃に伝播し、クマラの名称で広く消費されている。西洋人の来航前にすでに、ポリネシア域内では広く栽培されていたため、古代ポリネシア人は南米までの航海を行っていたのではないかと推測されている。イギリスでは、エリザベス町の頃に、その甘さから好意的に受け入れられた。 イギリス人はこの芋をペルーでの会計を意味する言葉バタタからパタテと呼んだ。18世紀末に甘くないジャガイモが一般化するにつれ、サツマイモはスイートポテトと呼ばれるようになった。和名は琉球王国を経てサツマ国に伝わり、そこでよく栽培されたことに由来する。別名として干渉がある。英語圏の一部ではサツマイモ、スイートポテトを ヤムなどの別の名前で呼んでいる。ヤムイモを育てていたアフリカ系奴隷がアメリカ合衆国で作られた水っぽいソフトスイートポテト品種をヤムイモと似ていたことからヤムと呼ぶようになった。アメリカなどでは本来のヤムイモは輸入食料品店ぐらいにしか置いてないことからヤムと表示されていればラベルに注意書きがない限りソフトスイートポテトのことである。地方により また歴史的にも故障は変遷し、例えば日本本土では、辛いもや琉球省、の国葬館が沖縄本島に導入した当時は、シュゲルショと呼ばれていた。他に、トン、ウム等とも呼ばれる。サツマイモは繁殖能力が高く、窒素固定細菌などとの共生により窒素固定が行えるため、痩せた土地でも育つ。したがって、初心者でも比較的育てやすく、 江戸時代以降は、基金対策として広く栽培されている。数枚の葉がついた鶴を土に刺すという形で定食し、不丁根を発生させる。その後、不丁根が十分に肥大したところで収穫する方法が一般的である。農家では、前年に収穫した種芋を加温して、その種芋から伸びた鶴を切り取って、苗とする。家庭菜園程度であれば、春に園芸店や、 ホームセンターなどで鶴を購入して栽培するのが簡単である。春に苗を植え付け、晩夏から秋にかけて収穫する。また、肥料を多く与えて早く木が育ちすぎると過剰成長して根の品質が下がる。また、極端な場合では、光合成で作られた栄養が茎や葉の成長に浪費されるため、芋の収穫量が減る。 サツマイモは痩せた土地でも育つので、前作で野菜が良く、取れた場合、初心者は全く肥料を与えないで栽培する方が安全である。苗が植物ウイルスに感染すると、収量低下を起こすため、ウイルスフリー苗が利用されることもある。以下は特殊な栽培法についての説明である。沖縄県全域、奄美群島、トカラ列島、小笠原諸島では、芋ゾウムシ、 サツマイモのメガによる被害が問題となっているが、根絶に向け不妊無視し外法による対策も行われている。掘り出したサツマイモ国際連合食料農業機関が発表した統計資料によると2008年の全世界における生産量は1億605万トンであり、主食にする芋類ではジャガイモ、キャッサバに次ぐ。 生産地域は中華人民共和国に極端に集中しており、その大部分は種類への加工用である。日本の生産量は101.1万トン。 中華人民共和国852万2926トン、ナイジェリア331万8000トン、ウガンダ2170万7000トン、インドネシア187万6944トン、ベトナム132万3900トン、タンザニア132万2000トン、インド109万4000トン、 日本111000トンケニア89万4781トンマダガスカル89万トンサツマイモ畑、鹿児島県、茨城県、千葉県、宮崎県、徳島県が全国のトップ5県。このうち上位4県で全国の8割を占め、とりわけ、鹿児島県は全国の生産量約81万トンの4割弱を算する。同県では、 澱粉原料用や酒造原料用としての作付けも多い。産地の偏在にはいくつか理由がある。まず、県内の多くの地域が、サツマイモの栽培に適した水はけの良いシラス大地であること。また、サツマイモは、加食部が地中の芋であるため、台風に襲われても害を受けにくいことなどが挙げられる。この他にも、新潟市西区を主産地とする。 芋ジェンヌのように地元品種のブランド化を試みる生産者や地方自治体がある。このほか、生産量は少ないものの地域特産品となっているサツマイモに新居大島の七福芋がある。見かけが白色の白い芋で明治33年にアメリカ合衆国から移入された。同等で育てると糖度15%と栗均等並みの甘さになる。 植物貿易法の定めにより、芋造虫や、サツマイモの名画などの害虫の拡散を防ぐため、国内間でも検疫が行われ、沖縄県全域、奄美群島、トカラ列島、小笠原諸島からは、サツマイモや群馬イヒルガオ等のヒルガオカ植物の生形容及び生海根等の持ち出しは、規制されている。個人の手荷物程度の量であれば、所定の方法で事前に申請すれば、 移動規制地域から持ち出すことができるただし、蒸気で消毒を行う、情熱処理を行うため、その施設がない地域からの持ち出しはできない。加工品には、このような制限はない。現地の港及び空港に、これらの注意を促す掲示やポスターがあるので、当地を訪問の際には参照されたい。南方内市は中国から、琉球国に伝わり、それが、 薩摩藩領で栽培され、諸国に伝わった、とするのが定説である。ただし、中国から伝わったものと、南蛮貿易などで南方からもたらされたものは、別品種、別系統である、とする考察もある。日本列島の特に、本州を中心にした社会では、伝来の経緯から当初、琉球芋、辛芋、またはその色から、赤芋と呼ばれていたが、江戸幕府が、 薩摩藩から入手し、全国に栽培を奨励して、以降は、薩摩芋という故障が普及し、先の呼び方より多く使用されるようになった。現在も、方言として各地に、赤芋、辛芋、トイモなどの故障が残っている。種ヶ島西の表市に立つ、日本干所栽培所持の日前述のように、一般的には、日本列島の南方から順に伝わった、とされるが、 室町時代や安土桃山時代に中国や東南アジアから直接九州各地の貿易港や機内の境などにもたらされていても不思議ではない。一家に記すように導入ルートも複数ある。しかし導入された土地で必ずしも定着したとは限らないようである。三浦安人、貝原駅建造山和本蔵、徳光神社鑑賞を聖徳批判を挙げて、 幸いを奨励していた薩摩藩を除き、薩摩芋はまず民間の力で広まった。それらの土地の多くは土壌や土地傾斜などが工作に不向きなために食料生産力が低い、すなわち気候異常などにより基金が発生しやすかった土地に広まった。薩摩藩も、また、領内の半数を占めた白須大地と呼ばれる米作には、 不向きな土地があったことが奨励の主要因である。休校食物、休校植物や、基金の項目も参照。井戸正明像、徳川吉宗青木金洋金洋神社、早川正木の銅像予断となるが幕府はこの頃、同じような目的から、ジャガイモの普及、栽培も奨励している。その後、さつまいもは、庶民の生活、文化の中に急速に浸透した。 さつまいもを読んだ教科や、川柳も多く残る。川越旧三富神殿の神明社境内、天もろの神、名所井戸百景冬のブビクにはし、雪中大学芋大学芋安納芋の焼き芋を主に、海景の部位が利用される。主食やおかずのほか、軽食、おやつ用に様々に調理、加工される。さらには、本格上酎などの酒醸造の材料として使われる。また、 早く木も食用にでき、これらは主に炒め物や、佃煮、に、かき揚げなどの天ぷら素材などにして利用される。澱粉が豊富で、エネルギー源として適している。また、ビタミン C や食物繊維を多く含み、加熱してもビタミン C が壊れにくいという特徴がある。しかし、タンパク質の割合が低いなどの理由で、サツマイモばかり食べていると、カロリーベースでは体を支えることができても、 栄養失調、特にタンパク質の欠乏に陥る。単位面積あたりのカロリーベース収量は米を上回る。琉球や薩摩以外の大半の地方において、薩摩芋が米にとって変わって主食の座につけなかったのは米と比べて保存性に劣るために長距離の運搬にも向かないからである。他に栄養面で米に比べて劣ることも挙げられる。ただし、薩摩藩では、 サツマイモの栽培を通じて、当時は不毛の地であった、シラス大地の開発を進め、タンパク質の含有量に優れる大豆や、食用油の原料である油のなど、栽培の多角化に成功した。また、琉球王国や薩摩藩は、日本の立地域と異なり、18世紀頃から、豚肉食が盛んであったため、蒸気のようなサツマイモの栄養面の欠点を補う、ことができたと考えられる。 リツキントン。左が、安納芋を用いたもの、右が紫芋を用いたもの芋、検皮薄切りにした芋をビニールハウスで天皮保ししている。溶接取60度程度で長時間加熱すると、澱粉を透過する酵素が働いて、甘みが増す。石焼き芋や深芋はこの性質により甘みを最大限引き出す調理法である。また天ぷら、スイートポテトや大学芋、 リツキントン、スナック菓子、干し芋などに加工されることが多い。生のまま日光にさらしておくことにより、より甘味度が増す。芋類はポリフェノール化合物による変色を起こしやすく、アクのタンニンも含まれるため、切断面を水にさらす方法などでカッペンを防ぎ、アク抜きを行う。早く木は、若くても、育っていても、食べられる。中国や台湾では、 普通に食べられている葉野菜である。ポピュラーな調理法は、ニンニクを炒めた油で葉や茎をよく炒めがあるので、炒め物に向いている、塩で味付けする。葉は、おひたしや天ぷらにしても良い。茎は皮を剥いて、茎のように用いることができる。下茹でして、アクを抜いて、煮物や、つくだ煮や混ぜご飯にするなど、きんぴら炒めや天ぷらにしても良い。 害虫の食害やフザリウム属のカビからの防御物質として苦味のあるフラノテルペン類のイポメアマロン、イポメアニンやイポメアノール類を生合成する。この病変は寒食ロブチ病と呼ばれ、芋は黒緑色から黒色に変色する。イポメアマロンなどの生成物には哺乳類の肝臓および肺への毒性があり、肺の重度出血、間質性肺気種。 排水種等の症状を引き起こし、家畜での中毒死事例が報告されることがある。したがって、人の食用及び家畜の飼料としては使用できない。また、この組物質は焼酎に加工した場合でも蒸発して焼酎に移行する。サツマイモからはデンプンを取ることができる。このデンプンは春雨や水飴などの原料となる。また、沖縄県では、 サツマイモから取った澱粉がイムクジという名前で市販されており、生産量が少なく高価なクズ子の代用品として使われている。家庭でもクズ餅やジーマーミ豆腐など料理の凝固、とろみ漬けに使用される。サツマイモは焼酎の原料としても利用され、サツマイモを主原料とした焼酎をイモ焼酎といい、鹿児島県や宮崎県を中心に製造されている。 澱粉を糖化するための麹原料としても米と共に芋が使用される。鹿児島では江戸時代から芋焼酎が作られており、法律によって自家醸造が禁止されるまでは広く家庭で作られていた。よって鹿児島では味の良い焼酎を煮れる女が立派な主婦などと言われていた。当時の作り方はさつまいもを蒸してから薄で潰し、 それに加水して2から5日放置し、そこに気工事を加えて攪拌して放置して作ったもろみをつぶろ式蒸留機で蒸留するというものだった。2000年代には焼酎ブームによりサツマイモ不足に陥った。また、中小建設業者が多角化の一環として小金洗顔の栽培に取り組む例も見られる。中国の白酒にはサツマイモを原料とする製品もある。 鹿児島県南九州市の知覧町と栄町には、アメンドロと呼ばれる、さつまいもを煮詰めて作った蜜が伝わっていた。伝統的な製法を守ってきた最後の職人が、廃業し、伝統が消滅する寸前であったが、後継者が現れ全国展開を進めている。原料芋の品種食用としても広く消費される、ベニアズマや紫芋の一種で、綾紫、 焼酎専用品種のジョイホワイトなど様々な品種が使用されており、大病性、単位面積あたりの収穫量、デンプンの含有率、貯蔵性を良くすることに主眼が置かれた品種改良が行われている。この他にも多種の品種が使用される。サツマイモは飼料として家畜に与えられることもある。豚にサツマイモを与えることを義務付けているブランド豚肉もある。 そうして育てる千葉県産、芋豚は、獣臭さが少なく、油が甘く食べると口溶けが良いことが特徴である。鹿児島黒豚の定義では、肥育後期に、飼料顔料あたり20%のサツマイモを与えるよう定めている。痩せ地での栽培に適し、デンプンを多く含むサツマイモは、しばし、バイオエタノールの原料として注目されることがある。 第二次世界大戦中の日本では、不足する航空機用燃料のためにバイオエタノールの製造が研究された。現代においても、環境志向の高まりと将来起こるであろう、化石燃料の不足に備えて研究が進められている。リアカーの石焼き芋売り欲しいもいきなり、団子練りくりカンコロ石焼き芋、ありがとうございます。